時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よい。伊達の義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。どそこにおるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。
刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。
狼をよく見つけてくれた。久しいな、巫女よ。足の毛一枚。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。